対象3分の2、立憲野党第一党。衆議院選挙は昨日投開票されまして、自民公明両党で定数の3分の2維持して、与党が対象。自民党は国会運営を有利に進められる絶対安定多数、これを確保して、安倍総理が勝敗ラインとしてきた自公で自民公明で過半数維持を大きく超えたことで、安倍総理は続投します。一方、枝野幸男元官房長官が立ち上げた立憲民主党、 公示前の勢力の15議席から大きく躍進、野党第一党となりました。えー 一方で、小池百合子東京都知事が率いる希望の党失速しました。共産党は議,議席を減らし、日本維新の会は横ばいの方向、社民党は小選挙区で1議席を獲得したということですね、うんえーま。今、あの、絶対安定多数というのが出てきましたけれども、これ、あの、いくつも、この、委員会というのがありましてね、はい、そこに委員長というのを据えます。はいはい、それ委員長据えても、あの、過半数取れるという,そう,いうことです、ね、絶対安定多数、はい、かの、えー、と言いますが、常連さん、あの、今回、はい、 事故圧勝の結果いかがですか、はい、いや、もうこれはね、ええ、フェイクニュース惨敗ということでね、うん、まあマスコミはこぞってその、まあ、や、え、与党のですね、ええ、ネガティブキャンペーンをやっていったわけですよ。ああまあそもそもスキャンダルでも何でもない加計学園の問題とかを取り上げてですね、ええ、まあその、疑惑が払拭されてないとかね、悪魔の証明を求めるわけですよね。うん、普段はなんか推定無罪だとか言っといてね、ああこういう時だけ無罪であることを証明しろと。大体、ええ、有罪だって言ったやつがね、全部その前川証言も崩れたし、ね、彼らが言ってるいろんなまあ、ワインセラーがあるとか、 わわけけかんないことを最後言ってましたけど、うん、何の問題もなかったわけじゃないですか。えー、逆に問題があるというなら問題であることを証明する、そういう立証責任がマスコミ側にあるのに、えー、安倍さんに無罪であることを証明しろ、無罪であることを証明しろ、俺は納得しないって言い続けてるわけですよ。うん、そんなもんね、納得できるのは簡単ですよ。加藤さん。はい。元愛媛県知事の加藤さんの証言を、もう100回ぐらい流してください。さあ、はいえー、国民みんな納得しますよ。はい、元文科省の方なんですよね。そうです。元文科省で前川さんの上司なんです、この方が。はい、で、えー、この方が行政を歪めてたのは、文科省の方だと。 学部の新設に何にも問題ないと、うん、でしかも、特区、まあ、でやるんですけど、特区に手を挙げていたのは、加、うん、計学園しかなかったのね。うん 事実上。ラーメン屋に行って一番長く並んでた人が最初にラーメン食うでしょなんか問題ありますそれが問題だって言うんですよ。なんでかって言うと、並んでたのが店長と友達だからってうおかしいでしょなんか関係ないですよ。だって並んでる順番にラーメン食えんだから何が問題なのって話なんですけど、そういうこと延々やってるんです。だからこれ、家け問題とかのそもそも間違ってるのね。家けフェイクニュースって言った方がいいです。で、これで引っ掛けようと思ったんです、国民を。見事に外しましたね。国民は上弱ではなかった一部世代を除いてっていう感じです。 はい、えさあ、そしてですね、枝野幸男元官房長官が立ち上げた立憲民主党、躍進しました、はいはい、野党第1党。1> はい まあ、とんでもない筋の通らない政党ですけどね。みんなちょっと、あの、静寂な人が騙されたんですかね、これね。あの、ちなみに立憲民主党に投票した世代、一番多いのがね、60代。次は50代。その次は40代です。で、騙されなかったのは若者ね。20代はね、だいたい半分ぐらい。18、18、19、20とね、だいたいね、47、8%が、だいたい自民党に入れてるということで、まあ、これあの、朝日新聞の、朝日聞じゃない、ごめんなさい、テレ朝の出口調査なんですけど、まあ、世代的にはそんな感じですよね。 だから立憲民主党はまあ増えたんですけど、はい、結論的に言うと共産党の議席と、それからあの無所属に回ったね、あの民進党の元のやつの議席を結構食って、ええ、まあそれで野党同士であの票を食い合って、一応そのまあ第一党になったわけで。うん、で、第一党って言っても民進党の時よりも人数少ないんですよね。ええ、まあそう考えると、まあ野党は必ずしも勝ってないし、あとね、あの枝野さんがね、はい、もう早速、順化路線バリバリなんですよ。 どっちか純化路線。だい路線。ね、この手のね、あの、ま、左系の政党というのは、あの、巡回路線を突き進んで内部分裂を繰り返すというパターンなので、ま、そっちに行きそうかなと。逆に純化路線突き進まないで、野合するとね、結局民進党と同じじゃないかって批判されるでしょ。で、枝野さんとしては今も天下取ったわけですよ。なんでわざわざそんなね、めんどくさい野田さんとか、ね、前原さんとかまた入れることないじゃないですか、自分天下取ってたで、次ももう一定議席は確保できそうですから、あの、参院選とかもやればね。そすると枝野王国安泰でしょ。う 北朝鮮化するんですよね、大体。あの、純化路線というのは、まあ、枝野さんと考えが近い人近い人ってから。排除します。はい、はい。だから、あの、小池さんの排除します。が今度、枝野さんに移るんじゃないかなと、私は見てますけどね。逆に、それやらないと、多分、野合批判で、なんで、結局、第二民進党じゃないかって。また、人気下がっていくので。え、枝野さんのインセンティブとしては、もう、自分が天下取り続けることはいいですから。政権はもう、取れないって、諦めた上で。野党第一党で天下取り続ける、しかも、自分が。と考えると、一番合理的な行動は、純化路線行って。 考えは全部排除すると。いうのがいいんじゃないですかああ、あの、選挙期間中はね、右でも左でもない、前へって言ってましたけどね。意味がわかんないですよね。江藤さんね、言ってることほとんど意味ないんですよ。経済政策とかボロボロでね、金利を上げると景気が良くなるっていう、珍妙な理論を信じてる信奉者で、これね、師匠誰かっていうとね、千国さんです。はい。私、千国さんと直接話してそのこと聞いたんで、もう本当ね、目が丸くなったというかね、もう目潰れるぐらいびっくりしましたよ。本当に。はい。まあ、あの、まだ全部のところが空いたわけじゃなくてですね、あの、台風の影響 影響で離島便とかね、はい、そういったもので、えー、まだ回収、投票箱が回収できてないところもありますけれども、はい、まあこれはまあ台風の影響で異例となりましたね、はい、あと今回の衆議院選挙の投票率ですけれども、はい、共同通信が、えー、昨日夜の11時現在で推計した、えー、ものによると、53.83%、えー、53. 戦後最低だった前の回の2014年 52.、52.66%。 パーセント、一ポイント程度上回る可能性があると。うんるはい、え、えー、あのー、かなりですね、落ち込むんじゃないか、なんていうのは一時言われてましたけれども。はい、若干上がるということ。なるほどね、まあ。期日前投票が過去最高だったらしいですね。はい、そうですね、はい。で、これは結構若者が言ったみたいですね。はい、はい、えー、えー、あと。 あの、小池都知事率いる希望の党、これを見てみると、神奈川と埼玉で合わせて2議席を取ったんですが、お膝元の東京で苦戦というね、結果となりました。若狭勝さん、これあの、小池さんの地元から出馬したんですけれども、落選ですよね。そうですね、リセットされちゃいましたね。あ国民からもついにリセットされてしまった。2回リセットされちゃた2回リセットされちゃいましたね。どうですね、完全にゲームオーバーですかね、これね。コンティニューするんですかね。若狭コンティニューあるのかみたいな感じですけどね。はい。市長 先のパリで記者会見した小池代表ですけれども、自分の言動で不快な思いを抱かせたことは申し訳ないと陳謝をした。小池さん分かってたんだ。<laughs> えー、分かってたんだ。で、進退についてはあ、責任を持って党の運営を進めたいと、はい、代表続党の意向を示したということというこということは、もうあのリセットされた若狭さ,さんにすべての責任を押し付けて、自分は代表に居座るという宣言ですかね、えー、力強いですね、ぜひ頑張ってほしいですね。あと、小池代表ですけれども、希望の党で、えー、その決闘でですね、野党勢力が分裂して、そして衆院選で安倍政権を助けたのではないかという質問には、結果としてそういう部分があったことは否めないとい。 に述べましたね。うん、えー、まあ、あの、調整がこう、十分ではなかったと野党との、はいえー、ということは言ってたようですけれどもね。基本、はい、の党がね、風を吹かせられなかった理由はね、はい、政策がね、どっちかというと憲法改正だし、当、はい、然も反対でしょ。はい、そうすると、マスコミをほら、 ね、あの、五軒だし、基本は。で、増税万歳なんですよ。もう弱者どうでもいいと思ってね、マスコミはね。だから、そういうことで、あの、政策的に乗れなかったわけですよね。で、風を逆に吹かされてしまったと。立憲民主に。ということですね。はい。共産党公示前の21議席大きく減らすことが確実。え、市委員長は私たちの力不足で、え、剣道将来を尽くしたいと。剣道将来ないです。安心してください。待ってください。え、ないです。なんです。安心してください。あと、ね、え、ただ、その立憲民主党に反事、 民反希望ののの党受け皿座を奪われる格好となったわうですね。これ多分、あの、末端の党員からも突き上げがあるかもしれないですけど、でも共産党っていうのはね、赤旗に書いてあることが自分の意見ですっていうふうに言わないと生き残れない党ですから、どうなるんでしょうね。党内粛清しないといけないかもしれないですね、C さんはね。はい。まあ、あの、元共産党の幹部だった筆坂さんにお話を聞いたんですが、筆坂さん曰くね、まあ今までがかなり粉飾されてたと。 ま、あ反自民票が、だからま、あちょっとあの、共産党特殊で流れてただけで、元の姿に戻るだけですと、古谷さん、そうおっしゃっております。えー、ええ。だから、県道将来はないんです。歴代最長更新なるか気になるるか気に衆院選後の株価 先週金曜日、東京株式市場、日経平均株価14営業日連続で値を上げました。14営業日連続の値上がり、高度経済成長期の1960年12月21日から1961年1月11日以来、およそ5年9ヶ月ぶり、歴代最長記録に並びました。終値、ね、前の日よりも9円高い21,457円、21年ぶりの高値水準、14 営業営業日連続株価が値を上げて歴代最長に並んだということなんですか。1960年からだった50年ぶりじゃないですか。5年ぶりじゃなくて。 そうですね。現行間違ってあ、そうです。50年ぶりですね。5年ぶりですよ。ありがとうございます。失礼いたしました。はい。そうですね。すごいですね。でもね、14年とあのね、本当に悔しいことにね、この14年との直前に、なんと逆進ジョネトラダムスはリスキーなレバレッジかかってるポジションを全部解消してしまったんです。なのでこの儲けを取り損なってるんです。そうですか。なのでもうはっきり言ってどうでもいいんですけど。いや、待ってください。あのハイドウに動いたんですね。そうなんですよね。こんな続かねえだろうなと思って、本当にあの美味しく上がってるところをですね、取り。 そうね、あの、詳しい、常年さんですら、まあ、そういうね、あの、今回は、ああ、こと、行動に出たってことは、やっぱりわからないってことなんですね。株価難しいですね。これやっぱね、ランダムウォークなんでね、プロでもなかなか予想が当たらないと。まあ、とはいえね、私は、あの、ずっと買い続けてますので、あの、ベースはね、ベースはずっと株は、あの、毎月、あの、買い続けてるのがあって、別ッその、こう、エンターテイメントが必要じゃないですか、人間。だから、ゴールデンクロスで買いだとかやりたいわけですよ、一応。その、その留飲をどっかで下げとかないと、あの、自分 の本当投資してるなことうんんちゃゴールデンクロスがあるんですね。あ、あるんです。あのね、チャーチスト運動って言いましてね。あの、こう、株式チャートあるでしょ。あれに変な補助線引くとね、未来が見えるっていうね、超能力を持った人がいるらしいんです。私もあの、チャーチスト運動やってるので。そうですか。あの、歴史で習ったあの、イギリスのチャーチスト運動とは別です。全然違うんです。あの、東京にいっぱいチャーチストがいっぱいいて、はい、私もチャーチストの一員なんで、超能力を持ってますよ、だから。 あの、今後の株価なんですけども、あの、衆議院選挙、先ほどもお伝えしましたけれども、与党がですね、もう圧勝という状況になりました。これどうなってくるんですかねそうですね。あの、基本的にね、あの、長期に、ま、あの、真面目な話をすると、長期の日本経済を予想するとどうなるかっていうと、もうね、政府がやることは二つしかないです。金融政策と財政政策。ま、あとはね、ま、一応規制緩和とかいろいろあるんですけど、これは、あの、あんまり短期的には効かないんですね。あの、なので、えどちらかというとね、金融政策、財政政策が、ま、当面の株価を決定すると。 思ってください。そうするとね、え金融政策については、今日銀がものすごい緩和してますよね。で、出口政策がなんとかなんてアホなこと言ってる人いましたよね。石げ茂さんとか石げ茂さんとかね。石げ茂さんとか。ハイパーインフレになるとか言ってなんか石破さんとか。え石さんとか言ってましたけど、なるわけないんですよ。絶対なるわけないんです。ハイパーインフレって年率1万3000%のインフレですから、ある朝ね、コンビニ行って、あの、ジュース買おうと思ったら、はい、それ1本15万円ですとか言われるような世界なんで、そういう世界来るなら、逆に面白いんじゃねえかくらいなし、来るわけないんですよ。 来てほしくないですの来る前に気づきます。160円ぐらいになったら気づくので、そういう意味で言うと、金融財政アクセル踏むということが決まったので、株価の未来は明るいかなと思っております。あ、とは北朝鮮情勢がね、そうですね。まあ、一時的ショックある衆議院選挙で自民、公明が圧勝。 衆議院選挙が昨日投開票されまして、自民党単独で衆議院のいわゆる安定多数の244を上回り、公明党と合わせると衆議院全体の3分の2に当たる310議席を上回りました。現時点で312議席ということなんですがね、まあ、自民党単独で絶対安定多数も獲得をしているい、ね、ということですね。はい、えまあ台風21号の影響でですね、いくつか開票が延期されている投票箱が届かないなんていうね、う こところもあるようなので、まだ100%とはいかないようなんですけれども、まあでも、もう体制は判明しております、自民、公明の圧勝という結果となりました、情熱さん、これ、どうご覧ないや、これはね、フェイクニュースの惨敗と、前にもね、番組の冒頭、2000ニュースですね、番組の冒頭にも申し上げましたけど、フェイクニュースの惨敗ということじゃないでしょうかね、あのフェイクニュースにつられたのは、国民の一部の世代を除いて、ほとんどの人はつられなかったということで、マスコミがね、これはもう負けたんだなと思いますね。実際にあの 自民党の議席っていうのは、これ定数が10減ってるのにね、逆に増えてるわけですから、もうこれはもう完全勝利ですよね。はい。で、まあ、会見に必要、まあ、会見の発議に必要な、絶対安定多数も確保しましたし、で、逆にまあ、立憲民主党が伸びてるとか言いますが、これ野党同士議席をクリアった結果ですね、立憲民主に流れただけの話で、別に大したことはないですよね。元々のだって民進党の勢力よりはだいぶ減ってるわけですし、しかもね、立憲民主党には大きな問題があってですね、これね、ある種の順化路線なんですよ。 純化路線。ですね。もともと民進党って右から左までいろんな人がいたじゃないですか。これがまあ分かれて。純化ってのは純粋にして純粋にそうそう。右の方と左の方で分かれて、左の方で固まったのが立憲民主ですよね。だから共産党の票を思いっきり食って、で、今、枝野さんは我が世の春なんですが、他の野党の連中は、もうふざけんなよ、こいつって思ってると思うんですよ。社民党も共産党もすごい減らしましたからね。でも枝野さんとしては野党の中の転下は続けたいから、おそらくこのまま純化路線走るかなと。大体左右は純化路線をしてね、内部分裂を起こして勢力を削られていくっていうのパターンなので、 まあ、寛容にとか言ってるなら、本当に寛容にできるのかってことなんですけど、でも逆に寛容にやったらね、なんだよ、民進党復活かよって、またみんなが、また怒っちゃうと思う。民進党の時もね、結構右と左って、さまざまな方が考えがいいしろうしっていうね。結局ね、フェイクニュースに乗っかって、ほとんどろくでもない政策言ってるわけですよ、立憲民主党って、経済政策もボロボロですし、中身ないですね、だって枝野さんって金利を上げると景気がよくなるとか、わけわかんないこと言ってる人なんで、もう話になんないんですよ。だかからしっり 経済ブレーンをつけて、ま、例えば、ね、松尾忠さんみたいなね、経済学者の。はい。ちゃんといい人いるんですよ、左側にも。でね、ちゃんと提言してるんで、松尾さんの提言とか耳を傾けて、うん。ちゃんとした経済政策やれよ、立憲民主党って感じですよ。はい。今だとね、政策的にはね、アメリカのティーパーティーと変わんなくてね、極右ですよ、あんなの。はっきり言って。全然話にならないです。で、それに比べた安倍政権は、本当に弱者に、今のところ相対的には、一番弱者に優しい政策をやってるのは、安倍政権ですよね。はい。だって金融緩和をして、うん。ね、借金の負担を減らしましょう。人借金の 負担を減らしましょうと。うん、ね。それから財政政策、まあちょっとしょぼいんですけど、はい、もっと本当は財政政策やった方がいいんですけど、えー、まあある程度やってですね、景気を刺激して、はい、ね。それから規制緩和して、そういう中小企業にチャンスを与えようと。うん ね、結局弱者の見方してるのは安倍さんじゃん、という話で。で、マスコミとかの、そのフェイクニュースの影響を受けない若い人たちは、結局それ安倍さんを支持してるわけですよ。就職もいいし。ね、内定率なんてもうすごいでしょ ?99% ぐらいでしょまあ平均で。そうなると、やっぱ若年世代はですね、半分ぐらい自民党支持ですね。18、19、20歳の人。それから30代で40%ぐらい。で、40代になるとちょっと減ってね、35%ぐらい。で、50代からが、この、あの、自民党支持が減って、立憲民主党支持が増えるんです。一番立憲民主党 ののがが多いね代代逃げ切り世ですということは、まあそういうですねシニア向けのコアなマーケティングばっかりやってると、それ以外の人離れてっちゃうよと、まあかつて日産がそれで潰れそうになりましたけれども、そういうのよく学んだ方がいいんじゃないと思いますよ、私だって民主党政権の時にもね、アベノミクスみたいな政策しろってずっと提言してたんですよ、デフレだけ、国民会議で。で、それを理解してた人もいたんですよ、僕の友達の宮崎武志君とかね。ところが彼はね、その後もう本当に議席を維持したいがためにね、もう執行部のもう本当にね、あの 捨て駒みたいになってね、安保法案の時も過激派やってましたけど、今回落選しちゃいましたけどね、そうですか。はい。だまあ、そういうことやっちゃうから、ダメなんですよね。ちゃんと党内のそういう声にも耳を傾けるべきだと思うんですが、私は枝野さんはおそらく淳太郎さん行くだろうというふうに予想してます。違うならやってみろ、枝野って感じですね。はい。さて、一方の、あの、今、枝野さんの話出ましたけども、小池旋風巻き起こした希望の党ですけども、失速しました。はい。まあ、これ、手元の資料によると、49となってますね、獲得議席数が。 えー、ですから、工事前が57ですからね、はい、下回るということです。はいえー、パリ滞在中の今、小池百合子代表なんですが、非常に厳しい結果だと思うとしたうえで、はい、敗因についてはこれからしっかり分析しなければならないが、これまでの言動などに不快な思いを抱かせてしまったことは申し訳ない、政策本意ということで申し上げたわけだが、厳しい結果につながっていることは、大きな問題だったと真摯に受け止めたいと話しました。 はい。えー、もうね、これは小池さん個人の不徳の致すこところですよ。はい。政策がブレブレでしょ。ええー。だ最初に言った、あの、方針で行けばよかったんですよ。うん、ね。その寛容な保守を目指すんだったら、はい、それやればよかったのに。えー、はい。 なぜ、あの、最後の最後ね、もうユうにこと書いて、盛りかけ問題が何とかとかね、そんなマスコミのね、あの、フェイクニュースに乗っかるようなことして、結局足元見られて誰も投票しなかったということなんで、自業自得じゃないですか。希望の党、スピード解散という噂もありますからね。もう F1、状態ということで、音速の気候子になるんじゃないかということじゃないかなと思いますけどね。あと、あの、民進党の前原代表は、希望の党が大敗したことを受け、希望の党を中心に大きな塊 あまりで合流ということは見直さないといけないと話したということですね。なるほどね。はい。希望の党再分裂でぐちゃぐちゃになっちゃうかもしれないですね。そうですね。あの、無所属で通った野田さんとかね、あの辺の元民進党の重鎮どももいるので、おそらく枝野さんとしてはこいつら排除したいと思うんで、立憲民主党入れないかなと思うんですけど、入れたら多分これはこれですげえ批判されてます。どっちも地獄ですね。はい。あと共産党です。公示前の21議席から議席数減らすのは確実。え手元の資料によると、獲得議席数が12 と出てまますねはい、はい、えー、まあ厳しい結果に共産党の志位委員長は民進党によって直前に野党共闘が分断され多大な え、負担を強いられた。え、選挙を戦う形が作れていれば、こんなに自民公明両党の多数を許す結果にはならなかったと言っています。まあ、言い訳はそんなぐらいにしといたらしいさんって感じですよ。それがお前の実力だよって感じですよね。今までは、たまたま民進党がね、ちょっとこう右にずれてたから、だから、その自民党批判の、まあ、いわゆるその、え、サハリベラルって不思議な言葉なんですけど、日本にはね。リベラルってサハじゃないんですよ、もともと。まあ、そのサハリベラルなるね。まあ、要は左翼ですよ。左翼票が、どっちかというと、あの、共産党に流れてた 今回、立憲民主党が巡回路線でね、うん、左翼路線行ったために、えー、共産党まで入れたくないなっていう左翼の人がそっちに流れちゃったと。えー、で、えー、共産党は元のですね、えー、固定票しか入んなかったということじゃないですか。はい、はいえー。投票率ですけれども、あの、最低、まあ、前回2014年がですね、52.66%で最低だったんです。それ下回るんじゃないかって心配されていたところ、結果はですね、えー、これ共同通信の発表ですが、53.83%、はい。1ポイント程度上回った。なるほど。 大定は免れたというまあ台風の影響もねあったんでしょうけれどもねまあ危険した人もある種の意思表示ではいそれは現状追認ってことですからおおむねその今の与党は支持されたということだと思いますよはいあとは注目候補の小選挙区での選挙結果少しだけご紹介しましょう豊田真由子氏ですねこの励んそうですそうです今回落選ですねえあとは山尾しおり氏ですね基本男性との交際疑惑え当選ですそうなんですよこれおかしいですよねはいあと 人さんは当選、あと海江田万里さんも当選、民主党の代表を務めた。左バネが効いちゃいましたね、東京ね、ね、です三鷹から立川にかけてね、私の出身の中央大学の OB がかなり左翼のエージェントとして、実際に地域に溶け込んで住んでますからね、私は知ってますけど、すごい強いですから、あの辺は左翼はね。左バネが一気にいきましたね、今回ね。 衆議院選挙は昨日投開票をされまして、自民公明両党で定数の3分の2維持して、与党が対象。自民党は国会運営を有利に進められる絶対安定多数、これを確保して、安倍総理が勝敗ラインとしてきた、自公で自民公明で過半数維持を大きく超えたことで、安倍総理は続投します。一方、枝野幸男元官房長官が立ち上げた立憲民主党、公示前の勢力の15議席から大きく躍進、 1> 第1党となりました。えー 一方で、小池百合子東京都知事が率いる希望の党失速しました。共産党は議,議席を減らし、日本維新の会は横ばいの方向。社民党は小選挙区で1議席を獲得したということですね。えーまあ、今、あの、絶対安定多数というのが出てきましたけれども、これ、あの、いくつも、この、委員会というのがありましてね。はい、そこに委員長というのを据えます。はい。はい、それを、委員長据えても、あの、過半数取れるという,こ,う,いうことです、えー、と言いますがジ絶対安定多数。あの今回はい。 事故圧勝の結果いかがですか、はい、いや、もうこれはね、ええ、フェイクニュース惨敗ということでね、うん、まあマスコミはこぞってその、まあ、や、え、与党のですね、ええ、ネガティブキャンペーンをやっていったわけですよ。はい、まあそもそもスキャンダルでも何でもない加計学園の問題とかを取り上げてですね、ええ、まあその、疑惑が払拭されてないとかね、悪魔の証明を求めるわけですよね。うん、普段はなんか推定無罪だとか言っといてね、<ー>こういう時だけ無罪であることを証明しろと。大体、ええ、有罪だって言ったやつがね、全部その前川証言も崩れたし、ね、彼らが言ってるいろんなまあ、ワインセラーがあるとか、 わけわかんないことを最後言ってましたけど、何の問題もなかったわけじゃないですか。ええ、逆に問題があるというなら、問題であることを証明する、そういう立証責任がマスコミ側にあるのに、ええ、安倍さんに無罪であることを証明しろ、無罪であることを証明しろ、俺は納得しないって言い続けてるわけですよ。うん、そんなもんね、納得できるのは簡単ですよ。加藤さん。はい。元愛媛県知事の加藤さんの証言を、もう100回ぐらい流してください。さあ、はいええ、国民みんな納得しますよ。はい。元文科省の方なんですよね。そうです。元文科省で前川さんの上司なんです、この方が。はい、で、ええ、この方が行政を歪めてたのは、文科省の方だと。 ね、うん、その、新設学部の新設に何にも問題ないと。うん、で、しかも、その、まあ、特区でやるんですけど、特区に手を挙げてたのは、加計学園しかなかったのね、うん、事実上。うんはい ラーメン屋に行って一番長く並んでた人が最初にラーメン食うでしょ、うん、なんか問題ありますーーそれが問題だって言うんですよ。なんでかって言うと、並んでたのが店長と友達だからって言うおかしいでしょなんか関係ないですよ。だって並んでる順番にラーメン食えんだから何が問題なのって話なんですけど、えー、そういうこと延々やってるんです。うん、だからこれ、家け問題とかの、そもそも間違ってるのね。家けフェイクニュースって言った方がいいです。ーは,ーえー、はい。で、これで引っ掛けようと思ったんです、国民を。はい。見事に外しましたね。うん、国民は上弱ではなかった一部世代を除いてっていう感じです。はいはい。はい。は。はい。 そしてですね、枝野幸男元官房長官が立ち上げた立憲民主党躍進しました。野党第一党。ねまあ、とんでもない筋の通らない政党ですけどね。みんなちょっと、あの、静寂な人が騙されたんですかね、これね。あの、ちなみに立憲民主党に投票した世代、一番多いのがね、60代。金融政策と財政政策。まあ、あとはね、まあ一応、規制緩和とかいろいろあるんですけど、これは、あの、あんまり短期的には効かないんですね。あの、なので、えどちらかというとね、金融政策、財政政策が、まあ、当面の株価を決定すると、思ってください。で、そうするとね、 金融政策については、今日銀がものすごい緩和してますよね。で、出口政策がなんとかなんてアホなこと言ってる人いましたよね。石橋茂さんとか石橋茂さんとかね。石橋茂さんとか。ハイパーインフレになるとか言ってなんか石橋さんとか。え、石橋さんとか言ってましたけど、なるわけないんですよ。え、絶対なるわけないんです。ハイパーインフレって年率1万3000%のインフレですから、ある朝ね、コンビニ行って、あの、ジュース買おうと思ったら、はい、それ1本15万円ですとか言われるような世界なんで、そういう世界来るなら、逆に面白いんじゃねえかぐらいな来るわけないんですよ。来てほしくないですよ。来て欲しくないですよ。あの、来る前に気づきます。 えーはい、160円ぐらいになったら気付くので、うん、まあそういう意味でいうと、金融財政アクセル踏むというのが決まったので、株価の未来は明るいかなと思っております、えー、あ,まあとは北朝鮮情勢がね、そうですね、まあ一時的なショックはある衆議院選挙で自民・公明が圧勝。 衆議院選挙が昨日投開票されまして、自民党単独で衆議院のいわゆる安定多数の244を上回り、公明党と合わせると衆議院全体の3分の2に当たる310議席を上回りました。現時点で312議席ということなんですがね、自民党単独で絶対安定多数も獲得をしているいということですね。すねはい、台風21号の影響でですね、いくつか開票が延期されている投票箱が届かないなんていうね、うんと これところもあるようなので、まだ100%とはいかないようなんですけれども、まあでも、もう体制は判明しております、自民、公明の圧勝という結果となりました、情熱さん、これ、どうご覧になったんでいや、これはね、フェイクニュースの惨敗と、前にもね、番組の冒頭、2000ニュースですね、番組の冒頭にも申し上げましたけど、フェイクニュースの惨敗ということじゃないでしょうかね、あのフェイクニュースにつられたのは、まあ、国民の一部の世代を除いて、ほとんどの人はつられなかったということで、マスコミがね、これはもう負けたんだなと思いますね。実際にあの 自民党の議席っていうのは、これ定数が10減ってるのにね、逆に増えてるわけですから、もうこれはもう完全勝利ですよね。はい。で、まあ、会見に必要、まあ、会見の発議に必要な、絶対安定多数も確保しましたし、で、逆にまあ、立憲民主党が伸びてるとか言いますが、これ野党同士議席を食い合った結果ですね、立憲民主に流れただけの話で、別に大したことはないですよね。元々のだって民進党の勢力よりはだいぶ減ってるわけですし、しかもね、立憲民主党には大きな問題があってですね、これね、ある種の順化路線なんですよ。 純化路線。ですね。もともと民進とって右から左までいろんな人がいたじゃないですか。これがまあ分かれて。純化ってのは純粋にしていく純粋にそうそう。右の方と左の方で分かれて、左の方で固まったのが立憲民主ですよね。だから共産党の票を思いっきり食って、で、今江田野さんは我が世の春なんですが、他の野党の連中はもうふざけんなよこいつって思ってると思うんですよ。社民党も共産党もすごい減らしましたからね。でも江田野さんとしては野党の中の転下は続けたいから、おそらくこのまま純化路線走るかなと。大体左右は純化路線をしてね、内部分裂を起こして勢力を削られていくっていうのパターンなので、 まあ、寛容にとか言ってるなら、本当に出口政策がなんとかなんてアホなこと言ってる人いましたよね。石げ茂さんとか、石げ茂さんとかね、石げ茂さんとか、ハイパーインフレになるとか言って、なんか石破さんとか、ええ、石破さんとか言ってましたけど、なるわけないんですよ。ええ、絶対なるわけないんです。ハイパーインフレって年率1万3000%のインフレですから、ある朝ね、コンビニ行って、あの、ジュース買おうと思ったら、はい、それ1本15万円ですとか言われるような世界なんで、そういう世界来るなら、逆に面白いんじゃねえかぐらいなしで、来るわけないんですよ。来てほしくないですよ。来てほしくないですよ。来る前に気づきます。 なったら気づくので、はい、まあそういう意味でいうと、金融財政アクセル踏むということが決まったので、株価の未来は明るいかなと思っておりま,す、えー、あ,まあとは北朝鮮情勢がね、そうですね、まあ一時的なショックある衆議院選挙で自民・公明が圧勝。 衆議院選挙が昨日投開票されまして、自民党単独で衆議院のいわゆる安定多数の244を上回り、公明党と合わせると衆議院全体の3分の2に当たる310議席を上回りました。現時点で312議席ということなんですがね、自民党単独で絶対安定多数も獲得をしているい、ね、ということですね。はい、台風21号の影響でですね、いくつか開票が延期されている投票箱が届かないなんていうね、うんと これところもあるようなので、まだ100%とはいかないようなんですけれども、まあでも、もう体制は判明しております。自民、公明の圧勝という結果となりました。いや、これはね、あの、フェイクニュースの惨敗と、え、前にもね、番組の、2000ニュースですね、番組の冒頭にも申し上げましたけど、まあ、フェイクニュースの惨敗ということじゃないでしょうかね。あの、フェイクニュースにつられたのは、まあ、国民の一部の世代を除いて、ほとんどの人はつられなかったということで、マスコミがね、これはもう負けたんだなと思いますね。実際にあの 自民党の議席っていうのは、これ定数が10減ってるのにね、逆に増えてるわけですから、もうこれはもう完全勝利ですよね。はい。で、まあ、会見に必要、まあ、会見の発議に必要な、絶対安定多数も確保しましたし、で、逆にまあ、立憲民主党が伸びてるとか言いますが、これ野党同士議席を食い合った結果ですね、立憲民主に流れただけの話で、別に大したことはないですよね。元々のだって民進党の勢力よりはだいぶ減ってるわけですし、しかもね、立憲民主党には大きな問題があってですね、これね、ある種の順化路線なんですよ。 潤化路線。ですね。もともと民進とって右から左までいろんな人がいたじゃないですか。これがまあ分かれて。潤化っての純粋にしてです純粋にそうそう。右の方と左の方で分かれて、左の方で固まったのが立憲民主ですよね。だから共産党の票を思いっきり食って、で、今枝野さんは我が世の春なんですが、他の野党の連中は、ふざけんなよこいつって思ってると思うんですよ。社民党も共産党もすごい減らしましたからね。でも枝野さんとしては野党の中の天下は続けたいから、おそらくこのまま純化路線走るかなと。大体左翼は純化路線をしてね、内部分裂を起こして勢力を削られていくっていうのパターンなので、 ええ、まあ、寛容にとか言ってるなら本当に寛容にできるのかってことなんですけど、でも逆に寛容にやったらね、なんだよ、民進党復活かよってまたみんなが、ね、また怒っちゃうと思う。まあ民進党の時もね、結構あの、右と左って、様々な方が考えがいいだろうなっていうね、はいはい。そうなんです。結局ね、フェイクニュースに乗っかって、で、ほとんどまあ、あの、ろくでもない政策言ってるわけですよ、立憲民。小代表ですけれども、自分の言動で不快な思いを抱かせたことは申し訳ないと陳謝をしたと。小池さん、わかってたんだはははは。 <laughs> えー、分かってたんだ。で、進退についてはあ、責任を持って党の運営を進めたいと、はい、え代表続党の意向を示したということですね。ということは、もう、あの、リセットされた若狭さ,さんに全ての責任を押し付けて、自分は代表に居座るという宣言ですかね。えー、力強いですね。ぜひ頑張ってほしいですね。えーはい、あと、小池代表ですけれども、希望の党で、えー、その決闘でですね、野党勢力が分裂して、そして衆院選で、安倍政権を助けたのではないかという質問には、結果としてそういう部分があったことは否めないとい。 に述べまあ、ねえーま、あの、調整がこう、十分ではなかったと野党との、はいえー、ということは言ってたようですけれどもね。はい、希望の党がね、風を吹かせられなかった理由はね、はい、政策がね、どっちかというと憲法改正だし、はい、当然も反対でしょ。はい、そうすると、マスコミをほら、 ね、あの、五権だし、基本は。で、増税万歳なんですよ。もう弱者どうでもいいと思ってんマスコミはね。だから、そういうことで、あの、政策的に乗れなかったわけですよね。で、風を逆に吹かされてしまったと。立憲民主に。ということですね。はい。共産党工事前の21議席大きく減らすことが確実。えぇ、市委員長、私たちの力不足で、県道将来を尽くしたいと。剣道将来ないです。安心してください。待ってください。えぇ、ないです。ないです。安心してください。あと、ね、えただ、その立憲民主党に反事、 自民反希望の党のの党受け皿の座を奪われる格好となったそうですね。これ多分、あの、末端の党員からも突き上げがあるかもしれないですけど、うんえー、でも共産党っていうのはね、えー、赤旗に書いてあることが自分の意見ですっていうふうに言わないと生き残れない党ですから、どうなるんでしょうね。党内粛清しないといけないかもしれないですね、うん、C さんはね。えー、はい。まあ、あの、元共産党の幹部だった筆坂さんにお話を聞いたんですが、はいえー、筆坂さん曰くね、まあ今までがかなり粉飾されてたと。うん まあ、あ反自民票が、だからま、あちょっとあの、共産党特需で流れてただけで、元の姿に戻るだけですと、福田さんおっしゃっております。えー、えだから、剣度将来はないんです。はい、歴代最長更新なるか気になるるか気に衆院選後の株価 先週金曜日、東京株式市場、日経平均株価14営業日連続で値を上げました。14営業日連続の値上がり、高度経済成長期の1960年12月21日から1961年1月11日以来、およそ5年9ヶ月ぶり、歴代最長記録に並びました。終値、ね、前の日よりも9円高い21,457円、21年ぶりの高値水準、 営業営業日連続株価が値を上げて歴代最長に並んだということなんですか。1960年からだった50年ぶりじゃないですか。5年ぶりじゃなくて。 そうですね。ね原稿間違って。そうです。50年ぶりですね。年ぶりですよ。ありがとうございます。失礼いたしました。はい。そうですね。すごいですね、でもね、14年とあのね、本当に悔しいことにね、この14年との直前に、なんと逆進ジョネ・トラダムスは、えリスキーなレバルジュるわけですから、これはもう完全勝利ですよね。はい。で、まあ、会見に必要、まあ、会見の発議に必要な、え絶対安定多数も確保しましたし、で、逆にまあ、立憲民主党が伸びてるとか言いますが、これ野党同士議席をクリアった結果ですね、はい。 流れただけの話で、まあ、別に大したことはないですよね。もともとだって、民進党の勢力よりはだいぶ減ってるわけですし。はい、で、しかもね、立憲民主党には大きな問題があってですね。ええ、これね、ある種の順化路線なんですよ。 潤化路線。路線ですね。もともと民進党って右から左までいろんな人がいたじゃないですか。これがまあ分かれて。化ってのは純粋にしてるそうそう。右の方と左の方で分かれて、左の方で固まったのが立憲民主ですよね。だから共産党の票を思いっきり食って、で、今枝野さんは我が世の春なんですが、他の野党の連中は、ふざけんなよこいつって思ってると思うんですよ。社民党も共産党もすごい減らしましたからね。でも枝野さんとしては野党の中の天下は続けたいから、おそらくこのまま純化路線走るかなと。大体左翼は純化路線をしてね、内部分裂を起こして勢力を削られていくっていうパターンなので、 まあ、寛容にとか言ってるなら、本当に寛容にできるのかってことなんですけど、でも逆に寛容にやったらね、なんだよ、民進党復活かよって、またみんなが、また怒っちゃうと思う。まあ、民進党の時もね、結構、右と左って、さまざまな方が考えがいいですよね。そうなんです。結局ね、フェイクニュースに乗っかって、ほとんど、まあ、ろくでもない政策言ってるわけですよ、立憲民主党って。経済政策もボロボロですし、中身ないですね。だって、枝野さんって金利を上げると景気がよくなるとか、わけわかんないこと言ってる人なんで、もう話にならないんですよ。だかからししっりた 経済ブレーンをつけて、ま、例えば、ね、松尾忠さんみたいなね、経済学者の。はい。ちゃんといい人いるんですよ、左側にも。でね、ちゃんと提言してるんで、松尾さんの提言とか耳を傾けて、うん。ちゃんとした経済政策やれよ、立憲民主党って感じですよ。はい。今だとね、政策的にはね、アメリカのティーパーティーと変わんなくてね、極右ですよ、あんなの。はっきり言って。全然話にならないです。うそれに比べて安倍政権は、本当に弱者に、今のところ相対的には、一番弱者に優しい政策をやってるのは、安倍政権ですよね。はい。だって金融緩和をして、ね、借金の負担を減らしましょう。はい。はい。 負担を減らしましょうと。うん、ね。それから財政政策。まあ、ちょっとしょぼいんですけど。はい、もっと本当は財政政策やった方がいいんですけど。えー、まあ,ある程度やってですね。景気を刺激して、はいね、それから規制緩和して、そういう中小企業にチャンスを与えようと。うん ね、結局弱者の味方してるの安倍さんじゃん、という話で。で、マスコミとかの、そのフェイクニュースの影響を受けない若い人たちは、結局それ安倍さんを支持してるわけですよ。就職もいいし。はい。ね、内定率なんてもうすごいでしょ ?99% ぐらいでしょまあ平均で。はい。そうなると、やっぱ若年世代はですね、半分ぐらい自民党支持ですね。十八18、19、20歳の人。はい。それから、30代で40%ぐらい。はい。で、40代になるとちょっと減ってね、35%ぐらいで。五50代からが、この、あの、自民党支持が減って、立憲民主党支持が増えるんです。一番立憲民主党 のがということは、まあそういうですねシニア向けのコアなマーケティングばっかりやってると、それ以外の人離れていっちゃうよとかつて日産がそれで潰れそうになりましたけれども、そういうのよく学んだほうがいいんじゃないと思いますよ、私だって民主党政権の時にもね、アベノミクスみたいな政策しろってずっと提言してたんですよ、デフレ脱却、国民会議で、それを理解してた人もいたんですよ、僕の友達の宮崎武